はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TAT さんですね。はい、アップデート2つとスクロームアップデート2つで、今日発送明日着で手配します。今日はもうよいしょ、最近はもう会議が忙しくて、もう5時出勤カード屋さんなの5時出勤。はい、業務員やってた時は3時起きでしたけどねはい、よろしくお願いします。枕なで帰るレースボン。インディアで、ボンですね。さっきは、あ、ボーンか。ボーンのベースか。あれ？ボーン。あ、そっかそっか。何種類かあるんだ。はい。写真が違うと思って、せーの。はい。ビューラー。オールスター。アップデートはね、2種類 ?3 種類 ?2 種類かありますもんね。はい。ペドロも。お、アデル。番長どうすかね、番長。はい、バートゥーさんパープル。はい、ペドロ。サムラさん、ウィリーアダムス、エヴァン・ホワイト。バートゥーさんにヘイズ、結構ルーキーがね。まだベテランのパープルが1枚も出て、あ、1枚出たのか。うん。まあ7割ぐらいと考えれば、まあ、8枚ぐらいまでルーキーが出れば、パープルがね。うん。全然 OK ですよね。こんなに、ホビーでも出ないでしょ？ルーキーの光物。はい。カールソン。うん。バート。リフですね。トムさんで FF フリーマン。でマテオさんですね。でキーバー。はい、2つ目です。まあシリアルが一番出るやつが116対1のキャラクターで、サインが72対1だから、まあ、真ん中で割っても、まあ、90対1ぐらいなイメージですから。まあ、どっちか出そうかなっていうと、はい、9対1ぐらいなはずなんですよ。でも結構サインも、まあ、PB、ね、他の方ご覧になってると思いますけど。TT さんも、この間サイン出たっけ？確か。はい。多分なんか当てたような気がしますけど。全然出なくはないラビルなんで。大谷さんも2枚今ね、あの PB じゃ出てないですけど、ツアーの方で出てて、で PB でも結構サイン出てますからね。ただまあオッズ上はというところがありますんで。はい、あ、またビーバーさん。シュミット、シュミット。マノアさん。まあ、一番、あの、お店側が、まあ、店長が勝手に思ってることかもしれないですけど、2箱1でオートっていうのが一番こう、お客様も、お店側もね、売りづらい商品ですね。いや、本当リアルに、ケース開けたてで6箱外す方とかもいらっしゃいますんで、あ、取ってきましょうかっていつもそういう場合はね残りね、あ、全然あのね、もう買っちゃいますっていう方はいいですけど、
ちょっと、今お金ないなっていう方は、取っときますかって聞いてね。カールソン。取ってあげたりしましたけどね。よいしょ。お、青だ。はい。さあ、誰でしょうか。打ってる。レイズ。アメヒアだ。ルーキーじゃない。っていうところで。でもこれ、青も150何対1ぐらい。だったらサインのがってなるのは、はい、よくわかっております。ただ、パラレル出たからといってサインが出ないっていうわけではないです。もう、それは PB でも証明してますんで。もう、ほら、リフ来てる。これ一発で積もっちゃう。ね。あ、違かった。ジャッジでした。すいません。いや、でも、ほんと、そうっすよ。オッズバラバラなんで、個々のオッズなんで、サインが2枚とか入ってる場合もありますね。パープル。マッツさんですね。はい、ということで、開け終わりました。はい、2箱でシリアル。これが140何対、6対1とか、そのぐらいだったと思います。はい、シリアル。199。リフの250が116対1。で、サインは72対1から。ということで、ちょっと確率、あ、まあ、サインのがいいんですけど、というところでした。まあ、量を販売してますからね、通販の方も。PB は1割5分、15% ぐらいのイメージですかね、店長の感覚だと。3回押します。1、2、3。そうなんですね。はい。ということで、ぜひまたチャレンジしてください。まあ、今週末ぐらいにはなくなっちゃうのかなっていう、はい、雰囲気です。はい。ありがとうございました。